文化三年絵入り本、ン、うつほ物語は日本の平安時代中期に成立した長編物語。全20巻。著者は不明だが、源の純説などがある。竹取物語に見られた伝記的性格を受け継ぎ、日本文学史上最古の長編物語である。写実的な描写などは、源氏物語の成立へ影響を与えたと言われている。当時の貴族にとって、 その演奏が教養でもあった楽器の一つ、ことの音楽をめぐって、物語が展開していく。当時の年中行事を記した日記的な記述が多く、見られる点も、特徴の一つである。枕の奏詞に、源の領と、藤原中忠の優劣論争が記され、源氏物語の、エアわせきに、うつほの春影の物語絵が見えている。検討士、清原春影は徒党の途中で、 ナンパのため、ペルシャ国へ漂着する。天神、仙人から彦との技を伝えられた、春影は23年を経て日本へ帰着した。春影は感触を持して、娘へヒと,と清原家の再興を託した後に死んだ。春影の娘は、大乗大臣の子息との間に子を設けたが、貧しさを囲ち、北山の森の木の空洞を打つ穂で子を育てながら、彦との技を教えた。 県宮美は二人と再会し、中忠を引き取った。衆院、その頃、源正より娘の木宮が大変な評判で、旧婚者が絶えなかった。旧婚者には、東宮、中忠、源良、源寂忠、源中淳、上野宮、三春高本らがいたが続々と脱落し、互いに、ライバルと認める中忠と良が宮中で見事な彦との、勝負を繰り広げたものの、 結局、あてぐるは東宮に受大し、藤壺と呼ばれるようになった。藤原の君あてぐる、中忠は女一宮と結婚し、その間に、娘の犬ぐうが生まれた。春影娘は帝に見出され、少子となる。中忠は大納言へ昇進し、東宮は新定に、藤壺原の巫女が、東宮になった。暗か上空に譲る、下。 中忠は母に犬見合いひことを伝えるようお願いし、犬鶴はことの秘儀を身につける。犬鶴は二人の上皇、佐賀院と須作院を邸宅に招いて彦ことを披露し、一堂に深い感動を与えるシーンで物語は終わる。老城、上下、うつほ物語は各館に独自の名称を施した全二十館で構成される。一部の巻には写本によって別名を持つものもある。 また、牧の配列の順序も、現代語訳作品や注釈書によって差異がある。ここでは、各館の名称、配列順とも、岩波書店の、うつほ物語1から3に従った。春院中こそ、藤原の君、佐賀院梅の花笠、別名、春日が参り、かつら吹き上げ、上、吹き上げ、下、祭りの刺激の宴当てぐ書集、別名、 相撲の世知へ、内主の神田図の群長、別名、お津白波倉会、上、倉会、中、倉会、下、国譲る、上、国譲る、中、国譲る、下、牢城上、牢城下。ありがとうございます。